こんばんは、平井博明です。レッスンなんかでもそうなんですけど、見ていてナイスショットが出ないでミスショットが出ること、もちろんプロでもあるんで、それは別にびっくりしないんですけど、思うことっていうのは、もちろんそのナイスショットが出ないでミスショットしか出ないんだったら、ミスショットしか出ない考えを持ってるっていうのもあるんですよ。でその他に、こういうマットの上でナイスショットが出てコース行った時にミスが出る、もしくはミスしか出ないとかってあると思うんですけど、僕思うんですけど、結局その場所からの打ち方を知らないだけじゃないかなと思うんですよね。平井博明のワンナップゴルフ。それは心境だったり、だってティーグラウンドはほぼ平らじゃないですか。もちろんティーグラウンドでもミスが出るってことは、そういうティーグラウンドの状況、あとは心境だったり、そのボールをどこにどういう風に打つべきかっていうのを多分知らないだけなんじゃないかなと思うんですよね。練習場で打ててるんで、そういうことを練習場で、まあプレッシャーかけるなり、打ち方を勉強するなり、ラウンドレッスンに出て、レッスンじゃなくてもいいですけど、上手い人と回ってどういう心境で打ったんですかとか聞くっていうのもすごい、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。例えば左足下がりのライのアイアンウッドなのか、それをどうやって打ったらうまく打てるとか、まあいろんな4方向ありますけども、それって結構その打ち方知らないだけなんじゃないかなと思うんですよね。本当その根拠として平らから打ってるからなんですよ。平らなところはナイスショット打ててるからなんで、その打ち方、動き自体は変わんないんで、例えば重心のかけ方だったり、多少の振る方向だったり、ボールの位置さえ間違ってなければ同じ球は出るんですよ。もちろんそのフルスイングよりも、平らなところのフルスイングよりもスピードは多少落ちるんで、その分の飛距離はもちろん落ちますけども、大差ないと思うんですよね。傾斜とか、まあ、ラフとかヘアウェイバンカーとか、そういうところでミスが出るのは当たり前であって、ただナイスを打つには打ち方を知ってれば出るっていうだけで、特別な動きをしてるわけではないってことなんですよね。それはバンカーのレッスンなんかやってても思うんですよ。バンカーはどうやって振ったらいいんですかとか、もちろん多少の変化はあるんですけど、本当にこうやって普通のアプローチよりも多少広いスタンスを取って9時3時でポンって楽に振って出なかったら、逆に特別な動きをしてるんですよ。それで出ないことがないんで、例えば無意識のうちに出そうとしてる、上げに行こうとしてる、それでクラブの最下点がずれてたり、それでホームラン、もう一回バンカー、ダフリとか両方出るんで、そういうことが僕平気で起こってると思うんですよね。見ててもドライバーのスライスなんかもそうですよ。ドライバーのスライスが何で出るのか、ドライバーの スライスはどうやったら出ないのかっていうのが、もうちょっと考えていただけたら絶対減ると思うんですよね。本当に今日のお客様、ドライバースライスしか出ない方だったんですよ。でも恐ろしいドローボール出たんですよ。でそれどうやってやったかって、難しいドリルとかそういうんじゃないんでちょっとやりますけども、フォロースルーで右手を下向けてくださいって言ったんですよ。こうやってでカメラで撮ったんですよ。こうなるんですよ。下を向けてくださいね、わかりました、こうなるんですよ。そうだからやりすぎがないんですよ、下向けてくださいねって言って打ったら下向いたの、本当に。したらやばい、どう出たそうだからやっぱり自分のスイングが出来上がっちゃってれば出来上がっちゃってるほど怖いのよね。だからそれもすっごいわかるんです、うん、だから何回も僕言い続けるんですけど、そうだからその方にも言ったんです。2年半よ、2年半しか経ってないのにめちゃくちゃいい球打つんですけど、2年半にしてはその結局固まるのが早いんで抜けるのも遅いですよ、悪いのが。そうだからそれはもうしょうがないんで、まあうまく新しい スイングっていうかイメージと喧嘩しながらやってった方がいいですねって話はさせてもらったんですけど、ダウンスイングでこうやって入ることと、うん、こうインパクトで突っ込むこととフォロースルーでこうやってなっちゃうことっていうのを直させてもらったんですけど、でやっぱその3つがちゃんとできてるとやっぱすっげー球出るんですよね。そうだから もちろんそれはご本人も分かってるんですけど、やっぱり動きの中のことなんでなかなか直そうと思っても直らないことが多いですよ、ね、だから本当に1から8ステップをやっていただいて、3、4ぐらいまでは全然いけたんでね。うん、だからまああとは本当に3、4をもうちょっと繰り返してもらって5、6って言っていただければ、まあ本当に10球下向けようとして打つと1、2球はやっぱえぐい球出るんでね、
すっげえいい球が。ただどうしても自分の感覚っていうか気持ちいい方を優先しちゃうとこうやって出始めちゃってね、うん、まあ、すごくスポーツ経験のある方で、あのすごく膝を使う方だった。だから反応がいいのよね、パーンって蹴るのよ。あ、そうだから、まあそれって良し悪しだから、それも意識してもらってこういろいろね新しいスイングをやっていった方がいいかなと思って。女性だったけど距離がすごい出る方だったから楽しみだよね。僕がレッスンをやってて思うことっていうのをちょっと今回動画にさせてもらいましたけども、ちょっとそのやっぱり場の打ち方っていうのはもうちょっと勉強していただいたり知っていただくと、よりコースでのミスショットは減るのかなって結構最近思いました。それってさ、うん、覚えなきゃいけないの？こういうとこはこう打つ。最初はね、最初は覚えなきゃいけなくて、ある程度 3,4 年経ってくると反応してくるから、うん、あ、そうなんだ。でも最初は覚えるんだ。例えば、うん、つま先上がりのライをバーって見た時に、あ、クラブはこうなってこうなってこうなりやすいんだよねっていうのはもう分かるからね。あ、それはね、いっぱいミスってるから。いっぱいミスってるから。それそうそうそう、いっぱいミスってるし、いっぱいナイス打ってるから、どうやったらナイスは出るし、どうやったらミスは出るしっていうのがもう分かるから。そうだから素振りもその通りに一発で決めるからね。ああ、そう、あれあれあれとはやんない。、うん、そっか。じゃあ傾斜でね4パターンあるけど、うん、そういう時にもほらどういう風にさ入射させるかじゃない、全部、うん、っていうのをちゃんと意識して、うん、どういうミスが出たとか、うん、うまくいったからこうだったっていうのをちゃんと覚えていくってことか。そうだからこういう傾斜に平井が真ん中に立って、うん、こことこことこことここにボール4つ置くとするじゃない、うん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 、したら平井が、うん、ドゥンパン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 って4発打ったら、うん、全部手裏剣ナイスショット出るから。うん、それぐらい動きは分かる。だから体の動きでっていうよりクラブをどう入れるかを優先して考えないと分かんなくなっちゃうね。分かんなくなっちゃう。そう、そうだよね。そう、そこに体入れたらもう本当分かんないから。そうだよね。だからクラブをどう入れるか、うん、基準で覚えていった方がいいんだよね。そう、そうなん、そうなん。そうじゃないとだから何をもう暗記できないなと思って俺、うん、ノーマルのスイングをしたらその傾斜は通常どっちに出るかを知ってないともダメだし。そうだね、そうだね。そうだからこうするんだ。そう、そう、そのだからが大事なの。そうか、通常だとこっちになっちゃうからだな。そう、あ、そうか、それを知ってればそうだよね、ストレートが打てるの。そうだよね。そう、そう、だからそういうその傾斜っていうかその場面、もう平らなラフ、傾斜のラフとかもそうだし、例えばフライヤーするしないもそうなんだけどね。あ、うん、これはこの芝の向きはフライヤーするとか、うん、この芝質はフライヤーするしないとかあるんだ。あるあるある。全部するわけないんだ。そう、一発で分かるから。でどういう振り方をしたらこの上にフライヤーさせるとか、こう前にフライヤーさせるとか、わざとさせるときに、そう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 、そういうのがやっぱりこう、まあそれって本当経験なんだけどね。そうだよね、うん、初めてじゃ分かんないよ。分かんない。最初だって俺ハワイアンオープン、うん、丸山さんが解説で出た時に、うん、向こうの芝生はねこれはもう飛ぶラフ、飛ばないラフって、うん、もうパッと行って見ただけで分かりますよ、うん、って言ったの、うん、俺もう本当信じられなかった。そんなことあるのと思ってた、うん、あるんだろうけど、うん、何十年かかるのと思ってたもん、それを分かるのに。でもまあまあ早く分かった。分かった。分かんじゃんと思ってた。でも 100% 言えることは、うん、打って失敗してナイスを打ってじゃないと、要は経験じゃないと分からないってことは分かった。あ、もう写真と画像と動画と、うん、その場面を打たないでこうやって見せられて、うん、テスト勉強テスト勉強ってやっても 100% 無理だから。そうなんだ。そう、それなぜかっていうと、うん、手応えが分かんないから。どういう、あ、そっか、感触がね、手に来る。感触が分かんない。だから覚えない。あ、そっか、感触で覚えてんだ。そう、だから失敗したり成功してとにかく結果を出さないと分かんない、手に来る感覚だから。なるほど、そっか。じゃあ傾斜のあれもそうだ。そう、そんだけうまくいったり、うん、ね、ミスしたりで感触で覚えてくる。そう、打った瞬間にボールがどっち行ったか分かるって言ったじゃない、うん、その感覚、要はどこに押されてるかだから。ってことはつまりこうマットの平らなところでいつも言うけど、うん、そのフェースがどこ向いてるかが感じられなかったら何にも感じないってことだよね。無理です。無理です。この平らで感じないんじゃん。そう、無理です。
そういう練習でもあんだ。そう、こんなの立たされて感じるわけがない、うん、感じれるわけがない。平らで感じないんだもんね。そう。あ、じゃあ初心者は本当にまず感じられるようにずっと打つだけだ、うん、そう。だからでっかいヘッドがあったらいいよね。あ、分かりやすいね。分かりやすい。そう、だからドライバーなんかの方が分かりやすい人もいるんじゃないかな。ヘッドがまだでかいから、アイアン、うんうん、その本当フェイスの向きっていうのが意識できなきゃ、だからバックラインっていうのがあるんだけどね、うん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 、今バックラインなしが多いんだけど、うん、俺はバックラインありを絶対入れるの、うん、まあ、そういうのもあるし、うん、その結局このヘッドの重心でどこ向いてるかっていうのもそうだし、結局重心を感じなかったら、うん、ヘッドが立ってるか寝てるか閉じてるかっていうの分からないじゃん。分かんない。それがもうこのくる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 、だからこうやった時に振られるんや、ブン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 って。なるなるなる。そう、一定じゃないじゃん、うん、そう、それが分かんなかったらダメだから。そうだよね。あ、芯がずれてるからね。そう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 。ここにシャフトがないじゃん。そうなの。ね、ね、そうそう。ラケットはね、真ん中だからこうやってやっても変わんないけどさ。そうね。そう、そういうのがあるんだよな。だから本当にそのね、今トール君がわざわざ深くしてくれたんだけど、傾斜の位置とかその状況のところに触れないプラス、そのクラブのね位置っていうのもあるからね。ヘッドのね、もう全然わかんないからね、まあ、やんないからわかんないけどさそうそう、だから無理にすぐ分かってくださいって俺もレッスンでは言わないわけよ、うんうん、最初にそんなすぐ分かるものじゃないし、うん、でもやっぱり数打ってたらさすがに誰でも分かる。そう、クラブが立ってたら分かる。あ、分かりやすい。立ってたら分かんだ。そう、あ、いつも言うやつね。そう、寝てたら絶対分かんないから。寝てるだけしか分かんないから。どっち向きで寝てるのかよね。あ、そうなんだ。だから立てんの。あ、まあ、寝たら開くしかないんだけど。あ、そうだよね、うんうん、ただこう起きてたら、うん、こうこう動く、こう動きやすいの。うんうんうん、そう、その時にこうクラブフェースがこうやってなったらシャーって水切っちゃうんだけど、こうやってやったら押せるから。うん、そう、押せてる感覚が分かるから。あ、その具合も分かると、ね、分かる。そうそう、だから立ってれば結局距離感が出せるからね。押せてるか、その度合いを押せる、押す度合いを弱めるかができるから。そうだね。そう、手のセンサーがね、そう感じるわけね。そう、その度合いをね。そう、うん、度合いをねそう、そうなんです。ああ、だから立たせないといけないし。そう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 。で、立たせるにはって、そのオンラインサロンでね、うん、やらせてもらったけど、うん、そう、そういうのが関係してくる。やっぱりこのなんとかアップゴルフっていうのはちゃんとつながっていくんだね、全部。うん、一応そこが売りでございます。そう、だから本当にね、新しい理論は新しい理論ですごくいいし、うん、ワンラップゴルフも。あの古き良きものって思ってもらえれば、うん、最近多いのがね、昔はこうだった、若い時はこうやってやってたんだけど、最近新しいことをやってダメになって、あ、うん、でワンナップゴルフを見たら、うんうん、なんか昔の感覚が蘇ったっていう方が多いのよ。だから言ってくれる人多いね。そう、オールド、俺もオールド人間だから、うん、だからすごい嬉しいのよ、うんうん、ああ、今の若い子ね、ペラペラのマックスフライなんて言っても分かんないのよ。ペラペラのレクスターなんて言っても分かんないんだよ。そうだ、そういうのが通じる会話が楽しいだけ。そう、だからロイヤルマックスフライザ・レクスター、要はもうバラタって分かんないわけ多分、うん、あ、なんかゾクゾクっとされてる方いますよね。そう、懐かしいっつって。なるほどね。そう、そういうのが、そう、やっぱすごく盛り上がった時代があったんだよ。本当にその場の打ち方を一つの状況でも多く知っとけば、必ずコースで役に立ちますんで、うん、ちょっとこう練習でですね、あのいろんな重心をこう軸をずらして構えて打ってみるとかもすごく大事なんで、それはもう練習場でできるんで、ぜひちょっとやってみてください。はい、では今回の動画は以上になります。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただけたらと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。